リスト音楽院改装後リスト音楽院改装前1858年のフランツリストリストフェレンツ音楽大学はハンガリーの首都ブダペストに拠点を構える音楽大学である。日本語では従来よりリスト音楽院表記の方がより普及している。現地語での学校名を厳密に日本語へ訳すとゼナムベセティは名詞の形容詞形でありゼネは音楽。 ムーベセットは芸術を意味し、イージートムは大学であるので、リストフェレンツ音楽芸術大学となる。略称、ルフス。1867年オーストリア・ハンガリー20、帝国成立後、ハンガリーにおける高等音楽教育の必要性を考えた、貴族、政治家、芸術家らにより、欧州を代表する芸術家として、著名なリストフェレンツを代表とする音楽院の、 設立への機運が高まった。当時ハンガリー国内の中東音楽学校として、ジメ図通りの音楽学校へ、ペスティネメチゼネデが存在したが、高等教育レベルの学校はなかったため各国の音楽院を参考に計画された。1873年にハンガリー王国議会にて、王立音楽院設立が議題に上り、トレフォート・アーゴシトン教育大臣により、 専門会委員会設置されたものの予算不足から実現に至らなかった。しかし、翌1874年にも国会の議題となり、ここで王立音楽院の設立が可決された。リストを代表とする音楽院として、ハンガリー国王、フランツヨーゼフ一世による許可も下りた。当初リストは、教授陣の選定を考えて少し先の開校を考えていたが、 トレフォート大臣は1875年3月21日にリストを総長に任命し、同年9月2日にエルケルを学長に任命して10月1日開校を命じた。初シーズン前期は入試に時間を要し、11月14日に始業式、レッスンはその翌日からとなり、リストを総長エルケルフェレンツを学長として楽器をスタートしたが、リスト自身は 不在のままの開校となった。当時の授業は才能ある若手音楽会のマスターコースの形式であった。その後、音楽院は新たな校舎が必要となり、1907年に完成、旧校舎は売却された。1907年5月12日に本校舎がオープンするとき、建物が一致する幅の広いジャール通りがリストフェレンツ広場へと改名された。 本校舎の一角にリストの遺産を保管展示していたが教室を増やす必要もあり1980年代初頭に教育省が旧校舎の建物を買い取り音楽院の所属建物としたその後リストの遺産も移されリスト記念館が1986年9月にオープンした現在 RNUVO ーー様式の本校舎はブダペストの最も著名な建築物の一つに 数えられている。当時の文化大臣ブラッシチジュラダンシャクの要請により、コルブ・フローリッシュとギールグル・カールマーンによって設計された。設計コンセプトには、フリードリヒ・ニーチェ、悲劇の誕生の影響があり、全体をデロス島のアポロン神殿と仮定し、内装にはアポロン・ディオニュソス双方の特徴を随所に配置したものとなっている。 そのため建物下段を縁取るように波の文様が走り、二つの角には不当をイメージした保護席があり、建物正面はギリシャ神殿の特徴である石柱が立ち、シュトローブル・アライオシュによるリストの彫像はその石柱の中央に鎮座している。建物の内部はケレシュフェイ・イクリエシュ・アラダールによるフレスコがジョルナイ製作の陶芸とタイル、著名なステンドグラス製作者、 ロートミクシャによる装飾ガラス窓とステンドグラスとモザイクがいくつかの彫像によって装飾されている。本校舎は修復のために2010年から閉鎖されていたが2013年に修復を終え高等教育及びコンサート会場としてのブダペストの音楽生活における中核的機能を取り戻した。改修工事前から校舎の増加が始まり現在では本校舎 旧校舎、センメルベイス通りの教育校のほか、リゲティジェルジ校舎、ケズテレク通り校舎、ウリューイ通り校舎と、全六校舎にて運営されている。リスト音楽大学の教育上特筆するべき点は、専攻学期によるソロ演奏だけではなく、室内楽も重視されることである。百七十五年十一月十四日に、ハンガリー王立音楽院という名称で設立されたが、 1887年に俳優塾が開祖された国立俳優学校と合併し、1893年までハンガリー王立音楽演劇学院となっていた。1918年秋の文部省令により1919 19年1月より名称は国立ハンガリー音楽専門学校となり、さらに1925年に創設者フランツリストの名前をつけて、 リストフェレンツ音楽専門学校となる。1952年の学生改革で、音楽専門学校は、大学と同じ5年生となった。1971年にはハンガリー人民、共和国間部会1971年間部会令、第20号により、リストフェレンツ音楽専門学校は、名称は、専門学校のまま、大学扱いとなったが、さらに、 ハンガリー人民共和国の高等教育機関に関する1986年幹部会令第13号により大学とされた。高等教育機関猛改装及び高等教育に関する1993年法律第80号の改正に関する1999年法律第52号により2000年1月1日より、 現在のリストフェレンツ音楽大学という名称となる。現在、3年生の学士、2年生の修士、そして3年生の博士課程が開設されている。ハンガリーにおいては、学士課程及び修士課程は、大学の正規の課程に属し、博士課程は、ある程度の独立性を持った大学院として運営されている。大学では、 伝統的なクラシック音楽に関する分野の他に、教会音楽、ジャズ、ハンガリーの民族音楽などを専攻することもできる。これらのほとんどは、英語でも履修可能であり、外国人の学生に対しても門戸が開かれている。また、これらの分野のほとんどは、博士課程においても専攻することができる。 特別な才能を持った子どもたちのための特別課程が、大学進学前の子どもを対象に開設されている。これはしかし、ハンガリー語の正式名称、準備課程が示すようにあくまで大学進学への準備といった位置づけであり、大学課程と混同しないよう注意が必要である。ありがとうございます。